ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。 刺身にしてやる。 血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。 孫権三に栄えしよくやる。世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよう。宇津家信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。 酔いの冷めぬうちに。 吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか？4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。
温かい。藤吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。